僕の名前はともやん。現役大学生で YouTuber をしている。今は趣味でバスケをしている。おっと口が滑った。どこにでもいる平凡な現役高校生バスケ部だ。なんで高校生なのに髪の毛が金髪かって。僕は生まれながらに超能力者である。超能力とは常人には不可能であることを可能にしてしまう力。例えば周りの人、動物の心の声を聞くことができるテレパシー、物を動かせるサイコキネシス、自分以外の誰かを他の誰かと思い込ませる催眠、離れた場所の風景を見渡せる千里眼、瞬間移動を行うテレポート、他にも投資、予知、分身、アポート、透明人間、マインドコントロール、石化、エトセトラ、大抵のことが何でもできるはずがない。いきなり明日撮影と言われ高校に来たので、高校生らしく金髪から黒髪にする時間がなかったのだ。僕は毎日6時には学校に行き、朝練をする。朝練は自主性なのでほとんどみんなは来ない。しかし大体朝練に来たものの、携帯を触っていると気づいては寝てしまっている。何のために朝練に来たんだと自分のお尻を叩き、いやいや毎日の日課の体感を始める。いやいや15分の体感を嫌な顔をせずそそなくこなし、いやいや動画を見てしんどいことから気をそらせ、いやいやシューティングに向かうのだ。ああ眠たい、しんどい、帰りたい、お腹すいたよママと、いやいやシューティングドリブル練習をする。さっきからいやいやとばっか言っているが、バスケが嫌いなわけじゃない。バスケは大好きだ。それに僕は生粋の負けず嫌い、負けることは大嫌いだ。だから人より練習をする。だけどいやいやシューティングをしている。なぜかって朝が早すぎるのだ。朝練という概念を作ったやつをいつか芝居てやりたい。早起きは三文の徳っていう言葉を作ったやつもついでに芝居てやりたい。そう心でつぶやきながら今日もいやいや朝練をしているのだ。たまに朝練に来るくせに朝の小テストの勉強をして練習をせずに帰るやつがいる。自主性なのに朝早くに起きて体育館に来たことは褒めてやろう。だがこういうやつは大体体育館に来たことでレベルアップをしたと勘違いをしているやつだ。朝練が終わり、片付け、その他諸々をしていると大体朝のホームルームに遅れる。そして毎日先生に嫌味正しく説教されるのだ。次遅刻したらバスケ部の顧問先生に言うで。顧問の先生に言うぞには敏感である。それだけはすごくめんどくさい。それだけは絶対に避けなければならない事案なのだ。授業が始まり、1限目はいつも睡魔との葛藤である。そらそうだ、僕は5時には起きているのだ。僕は頑張った、寝てしまってもいいだろうと思うが、いつもふと頭に顧問の先生がよぎるのだ。2限目はギンギンに目が冴えている。なぜかって大好きな古典 B の勉強だからだ。僕は古典には目がないのだ。僕の趣味はありよりはべり、今そかりを、ライオン変革活用で優しくコーティングし、衣でさっと揚げて食べることである。あ、全部嘘だ。ゲームをしていても怒らない優しい先生だから大好きなんだ。3弦4弦は以下同文である。4弦の終わりが近づくとそわそわしだす。早く終わるよクソジジイと心の底でそっと思いながら、時が来るのを待つのだ。チャイムが鳴る5秒前にはもうすでに戦いは始まっている。席から少し離れ、先生にバレないようにリードを取る。チャイムが鳴ると同時に地獄の食堂陣地取り合戦が始まるのだ。お腹いっぱいになった5弦6弦は当たり前に眠たい。これ以上にないくらい眠たい。目の前で橋本環奈が裸でいても寝ることを選択するだろうというくらい眠たい。僕の友達の赤ちゃんは、僕の睡眠を妨げるやつは親でも殺すと言っていた。その気持ちはすごくわかる。授業中やで。おーい、いいな島田君、バスケ部の顧問先生に言うよ。顧問の先生に言うずには敏感である。それだけはすごくめんどくさい。それだけは絶対に避けなければならない事案なのだ。僕はスポーツクラスなので大体みんなより早く授業が終わる。なので毎回の練習の準備は僕がやらなければならない。ここでスポーツクラス恒例謎のじゃんけんが始まる。みんなで準備すればいいものの、じゃんけんに負けたやつが全て準備をしなければならないというとても理不尽なゲームだ。高校生は大体じゃんけんで物事が全て決まる。じゃんけんを制す者が高校を制すのだ。僕たちの練習は大体2時間で終わる。少ない時間の中で頭を使った濃密な練習をするのだ。夏休みの練習も大体2時間で終わる。そして休みも多い。だから僕はこの学校に来たのだ。しかし意味がわからないことが一つある。夏休みの練習は2部連で朝7時から始まり、2時間練習をした後8時間休憩をした後に夕方の5時からまた2時間練習があるのだ。この8時間の休憩は何だ。昼までに練習を終わらせて早く帰らせてくれよクソジジイとは口が裂けても言えない。練習が終わっても疲労感はあまりない。僕の場合頭が痛くなる。もちろん体も使うが、練習で脳みそを使うことが多いので頭が痛くなるのだ。練習後はシューティングをするもの、早く帰るもの、歌を歌うもの、うん聞いてない、大体こんな感じの毎日である。喧嘩をしたり怪我をしたり、試合で優勝したり、バスケをやめたくなったりといろんなことがあるが、それはこの動画の評判が良かったらまた出そう。